どうも、まさとです。今回は中学公民の地方自治について解説をしていきます。地方自治の中でも、どういう風に地方自治が発展してきたのか、その経緯を説明していきます。で、それに加えて、都道府県とか市町村ってあるじゃないですか。これが何なのかっていうのがわからない人って多いと思うんですよね。この動画を見ていただければ、その辺がバシッとね、説明できるようになりますので、今回もね、頑張ってやっていきましょうね。それでは早速ね、中身に入っていきます。で、地方自治って何なのっていうのをね、教科書で見てみるとこんな風に書いてあるんですね。地方で行う住民の手による政治とかっていう風に書いてあるんですけど、なんのこっちゃっていう話ですよね。で、まずはですね、この住民という言葉に注目をしていきましょう。住民と国民の違いってわかりますか？住民っていうのはその地域に住んでいる人のことを言いますよね。で、逆にですよ、国民っていうのは日本に住んでいる人のことを国民と言いますよね。ということはですよ、例えば東京都に住んでいる人がいます。大阪の住民かって言ったら違いますよね。で、その一方で東京に住んでいる人も大阪に住んでいる人も日本国民ですよね。住民と国民ってこういう違いがあるんですよ。じゃあ東京に住んでいる人が大阪の町に関して口出しする筋合いあるかって言ったら絶対ないじゃないですか。まあなので、そこに住んでいる人で自分たちの地域をそれぞれ盛り上げていこうよっていうのが地方自治っていうことなんですね。で、この地方自治に関していろいろ定めてるルールっていうのがあるんですけど、これが地方自治法だっていうことなんですね。で、この地方自治が始まったのって本当にね、つい最近の話なんですよ。戦前は地方自治なんていうものはなかったっていうことなんですね。ちょっとここのね、歴史のところを見ていってみましょうね。江戸時代の時のお話なんですけど、まず日本をね、支配していたのは事実上将軍っていうことですよね。江戸幕府が日本を支配していたわけですよ。そしてこの将軍の持っている土地、江戸幕府の支配している土地のことを天領と言いましたね。天領というのは日本全国のどれくらいあるかって言ったら、日本全国の4分の1は天領だったっていうことなんですね。じゃあ日本全国の4分の3の土地、これは誰が持っているのかって言ったら、大名が支配していたっていうことだったわけですね。そしてこの大名が持っている土地のことを藩と呼んだわけですね。そして明治時代になってから将軍がいなくなりましたよね。天皇が支配するようになっていったっていうことですよね。で、天皇は将軍の持っていた天領を支配するわけなんですよ。で、天領に住んでいる農民君たちから税を取るようになっていったっていうことなんですね。で、収入が増えていくわけですよ。日本全国の農民、住民から税を取れるようになったわけではないので、これなんとかしなきゃなっていうふうに思ったんですよね。なので日本の大名をですね、次々と首にしていって、日本全国に自分の忠実なしもべである県令というのを送り込んだんですね。この県令を送り込んでいって、日本全国を支配していった出来事のことを廃藩置県、廃藩置県って言うんですよね。で、この土地の中でね、一番偉いのは県令になったということなんです。で、戦争が終了した後、これどうなったかって言ったら、県令いなくなったんですよね。自分たちの住んでいる土地の中で、一番偉い人をこれからは自分たちの手でね、選んでいこうよ、選挙で選んでいこうよっていう話になったんですよ。戦後、県令っていうのがいなくなって、県知事っていうのが現れたんですね。都道府県知事、本当にいろんな人いますよね。神奈川県知事、大阪府知事、愛知県知事みたいな感じでね、本当にいろんな知事が日本の中にはいるっていうわけなんですけど、この人たちは住民の選挙によって選ばれているということなんですね。それで選挙でね、知事を選んでいって、この人たちを中心に地方自治を行っていくようになっていったっていうことなんですよ。で、これがスタートしたのはね、まあ1947年頃っていうことですので、まだまだ地方自治の歴史は浅いよっていうことなんですね。これはちょっとね、しっかりと押さえておきましょうね。で、このね、地方自治を行っていく場所のことをなんて言うかというと、地方公共団体、地方公共団体って言うんですね。で、地方公共団体って都道府県とか市町村のことを言うわけですね。大まかなエリアのことを都道府県って言うわけですよ。で、県っていうのは基本的にものすごく広いじゃないですか。人口もものすごい抱えていますよね。なので県が
県民全員を面倒をちゃんと見ていくことができるかって言ったら、できるはずがないんですよね。なので、県をですね、細かく分けていくわけですよ。これが何かって言ったら、市なんですね。それで市役所の人に住民の面倒を見させようっていうことになっていったんですね。こんなような感じで、都道県と市町村の二段階制になっているっていうことなんですよ。だけどね、市の中でもものすごい人口を抱えてしまっている場所っていうのがあるわけですね。例えば大阪市とか横浜市、非常に人口が多いですね。こういうところは区っていうのを作ろうっていう話になるわけですよ。市をさらに細かく分けていって、区役所に住民の面倒を見させようということになってるんですね。で、この区を設置した都市のことをなんて言うかって言ったら、政令指定都市、政令指定都市って言うんですね。あまりにも我が市は人口が多すぎますとかっていう風に言うわけですね。区を作らせてくださいとかっていう風に言うわけですよ。そしたら内閣が、あ、いいよ、OK とかっていう風に言うわけですね。内閣が OK を出すと、区を設置することができるようになるってことなんですよ。この内閣が OK して区を設置することを認められた都市が政令指定都市だよっていうことなんですね。ただね、もう人口が多すぎて、そもそも市がない場所というのがあるんです。それはどこかって言ったら、東京なんですよね。東京の場合は、市がないんですよ。いきなり区だっていうことなんですね。TBS の住所はですね、東京都、港区、赤坂なんですよ。もう市がないっていうことなんですよね。市がなくっていきなり区になっちゃってる場所が23個あるんですね。これを全部まとめて東京23区とか東京特別区とかっていう風に呼んでいたりするんですよね。まあ東京は人口が多すぎてちょっと例外的な場所になっているということなんですよ。はい、っていう感じなんですけどね、最近ではですね、このフレーズがものすごくよく出るんですね。地方自治は民主主義の学校っていう言葉がね、よく出題されます。で、これをね、唱えた人誰かっていうことなんですけど、イギリス人のプライスっていう人なんですね。プライスさんっていう人です。この人が唱えました。これどういう意味かって言ったら、地方自治をやっていると民主主義の仕組みを学ぶことができるんだよっていう意味なんですね。どういうこっちゃって話ですよね。あ、つまりこういうことですね。近々サミットが行われます。そして自分の地域、自分の住んでいる地域ではお祭りが行われます。お祭りとサミットの日がですね、一緒なわけですよ。これはあなただったら、どっちの方に興味がありますか？サミットとお祭り、どっちに興味がありますかね？サミットってね、答えた中学生はなかなかですね、まあ将来有望だと思いますよ。まあ少なくとも僕が中学生の時はサミットなんてまるで興味がありませんでしたからね。もうはっきり言って、どう考えてもお祭りだと。お祭りに参加するのに忙しいから、サミットのことなんて考えてる暇はないみたいな感じだったわけですね。ただですね、お祭りに参加をしていると民主主義の仕組みが理解できてくるわけですね。一人でお祭りってやるものじゃないじゃないですか。一人でやったって虚しいですからね。住民の人と協力をし合ってお祭りっていうのは作っていきますよね。で、まず話し合いが行われて、いろんなアイディアを出していくじゃないですか。で、意見が割れてしまったら基本的に多数決を取っていきますよね。多数決を取って決まっていったことは基本的にみんな守っていくじゃないですか。国の仕組みも完璧にそれと同じなんですよ。まず法律案を出しますよね。で、法律案ってこれアイディアみたいなものなわけですよ。で、法律案に賛成か反対なのか国会の中で多数決を取るわけですよね。そして多数決で決まったことはみんなしっかりと守るじゃないですか。そして県とか市もこれ完全に同じ仕組みになっているんですよね。つまり地元のお祭りみたいなものに参加をしていると、地方自治に参加をしていると民主主義のことがバシッとわかるよっていうことなんですね。だからこういうことは地方自治はバシバシと行っていった方がいいっていうのがブライスの主張だっていうことなんですよ。まあここまでね、押さえておいてください。今回の動画は以上です。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。